楽天証券株式デリバティブ事業部の尾崎と申します。えー、本日は新しくサービスを開始しました金プラチナ現物受取引き出しサービスについてご説明いたします。えー、どうぞよろしくお願いします。えー、本日は以下の内容でご説明させていただきます。まずはサービスの概要や実際にお手元に届く金やプラチナについてですね。次に現物受取する際のコスト。 そして、金プラチナの購入から現物受け取り注文の方法について、そして最後にまとめとしてお届けまでの手順とスケジュールについてご説明いたします。まずはじめにですね、金プラチナの現物受け取りサービスですが、どのようなサービスかと申し上げますと、今まではですね、積み立てやスポットで購入した金プラチナをですね、 現物のの地金ととして引きき出すすことがででなかったのですつまり口座のお預かり残高として保有する方法しかなかったのですけどもこの度お客様からのご要望もありましてです、ね、当社指定サイズの地金バーインゴットとしてです、ね、お客様のご自宅まで発送するサービスとしてです、ね、実現いたしました。 このサービスではで、どのようなお客様というふうに書いてありますけれども、これ、言い換えると、金を引き出す理由についてでございます。まずあるのが、単純にいわゆる現物資産として地金を手元で保管したいお客様。これはもちろん、分散保管というリスク管理の一つでもあります。てのの卵を一つのカゴに盛るなと いうような格言と同じで、ですね投資する銘柄も、保管する場所も分散することで、ですねリスクを抑制できるというふうに言われています。次に2つ目ですね、プレゼント、いわゆる税制面を考えて、ですね贈与したいお客様、もしくは先々贈与をお考えのお客様ですね。 この贈与税というのは、ですね年間110万円までの基礎控除、つまり非課税枠がありますので、この範囲内であれば、贈与税というのはかかりません。金100グラムがです、ね、今、ちょうど65万、70万近くしていますけれども、そうなりますと、年間1つずつ贈与するならですね。 他に贈与対象のものがなければ税金はかからない非課税になるというメリットがございます。次にですね、この三つ目ですね。まあ少し違った側面からになりますけども、まあすぐにまあ売ってしまうお客様とこれどういうことかというと、まあこれご経験あるお客様もいらっしゃるかもしれませんが、まあ少し利益が出るとですね、まあすぐにあの落ちと利益確定の売りを出してしまってですね、まあその後に 大きく価格がまあ上昇してしまい、もう再購入するチャンスを逃してしまったというようなパターンです。まあもともとは長期投資で、まあバイアンドホールドとか、まあ極端に言うとバイアンドフォーゲット、もう買ったらもう忘れてしまえというぐらいのことのことも言われますけども、まあ実際えまあ多くの方がですね、あのすぐにえ売ってしまって、後であの値上がりを見てしまうということがあります。 まあ地金をお手元に保有することですね、えー、もうバイアンドホールド、バイアンドホゲットがまあ実践することができるということになります。また、お手元に保有していても、土地やマンション、不動産と違いまして、これ、固定資産税がかからないと、ゴールドにはね、かからないというメリットがあるのも一つの魅力でございます。 はい、えー、ここからはですね、えー、具体的なあーサービスの概要です。えー、上から順番に、ですね受け取りの対象銘柄は金とプラチナ地金と、この2種類になります。銀地金は対象外となりますね。まあ、銀はあ当社積み立てやスポットを扱っておりますけれども、お客様の保管となりますので、ね、どうしてもやっぱり、重量でかさばりますし、あと銀はあの参加しやすいので、 すすぐにあの黒ずんででしまうんですね、まあ、お手元での保管にはまあ向いてないというふうに思われてますので、今対象となっているのが金とプラチナと。で、2段目、受け取りの単位でございますが、金が100グラム、500グラム、1キロ、1000グラムの3種類。プラチナが100グラム、500グラムの2種類というふうになっております。金はかつてですね、1キロがまあ主流でしたが、まあ、価格の高騰化や 二千十二年からですね。支払い調書という、二百万以上の売,売却に関してですね。買取業者が所轄のまあ税務署へ支払い調書を提出することがまあ義務付けられたことからですね。まあ、どういうことかはまあ想像つきますが、今、百グラムのお地金が人気となっております。えー、次に、三段目ですね。えー、品質でございます。当社からお届けする地金は？ 金もプラチナも世界共通のまあ認定バーですのでご安心ください。金は純度99.99% 99以上の LVMH、えロンドン貴金属市場協会の認定バーで、まあさらに当社ではですね国内大手ブランドの誰の手にも回っていない未流通品の新品をお届けいたします。まあもちろん金はあの紙幣と同じで。 新品であろうが、あの中古であろうが、これ価値としては変わらないんですけども、やはりあの手元に保管となるとですね、もう未流通の新品、指紋も何もついてない新品が適しているかというふうに考えております。あとプラチナも同様です。プラチナは純度がこれ99.95%以上の LPPM 認定バーで、基本的に金と同様に。 国内大手ブランドの未流通品の新品をお届けいたします。次に受け取りの上限ですね。一回につきの上限です。同一銘柄、同一単位の合計五キロとになっております。百グラムと一キロをまあ一本ずつと異なるサイズをお求めの場合や、まあ金とプラチナあそれぞれ受け取りたいというような場合は、まあそれぞれでちょっと注文入力が必要となりますのでご注意ください。 次に注文時間、受付時間ですけども、当社営業日の9時から24時と、これはもう積み立てやスポット購入する、できる時間とこれ、全く同じでございます。朝9時から24時まで受付とります。夕方3時から5時15分ぐらいまでメンテナンス時間がありますので、その時間帯だけ除くという形でございます。で、えー、現物の発送タイミングですね、当社からお客様へお届け、あの発送するタイミングですけども、 月間紙期受付分というのがその月の1日から15日に現物受取注文を当社が受けたまった場合、受け付けたものに関しましては原則月内にお客様のお手元へお届けいたします。そして月間下期受付分、16日から月末受付分に関しましては翌月の15日までにですね発送いたします。まあ、発送の方法はですね u パックの本人限定受け取り特例型セキュリティ付きで厳重に発送させていただきますはい、次にですねこちらがロンドン貴金属市場協会 LBMA ロンドンブリオンメタルマーケットアソシエーションの認定バーについてのご説明です金にはですね保証書は付きますかというようなご質問をいただいたりするのですが結論から申し上げますと地金に 保証書はございません貴金属地金にはですね4つありまして製造番号、認定ロゴ、品位、重量が刻印されておりましてこれらが地金の保証書の役割を果たしています上から順番に地金番号ですねシリアルナンバーとも言われますけども貴金属地金は1つ1つに製造番号がつきますとで2つ目認定ロゴ これ地金を製造した認定業者の刻印ですね。ブランドのロゴですね。で、3つ目、品位、こちら純度ですね、が表示されております。ここに999.9とございますけれども、これ、49と呼ばれまして、まあ、純金の証です。純度が99.99% 99の純金ということになります。 プラチナは純度99.95%ですので、999.5と記載されて流通していますね。そして4番目、重量表示ですね。100グラムとか1000グラムとか、1キログラムで表示されるものもございます。この4つが揃って、もう純粋な純金の地金というふうに保証書の役割となっております。 あと、この順番、1から4の順番は、製造業者によってですね、並び順は異なっております。この製造番号が一番下に来たりとか、そういったことはございます。メーカーによって異なっていますので、ご注意ください。はい、次にですね、当社で引き出し可能な地金とサイズとなります。これはですね、製錬業者によってですね、製錬え工場の まあ e、型ですねこれによって異なりますので、大、ま、体、あ、いいこのぐらいの大きさというふうに、えー、お考えください。当社では左からですね、1キロに関しては金地金のみ対応ですね。大、ま、体、あ、いい縦が11センチ前後、で、横が5センチぐらい、で厚みが9ミリ、10ミリ、まあ、1センチぐらいのものが1キロの地金です。えー、そししててググララムムの地金500グラムに関してはは当社では 金とプラチナ、これともに扱っております。金地金が、まあ、縦が8センチ、9センチぐらいですね、横が約4センチ、厚みが8ミ、mm、リ程度のものとで。プラチナは一方ですね、500グラムでも、ちょっと縦が長くですね、だいたい10センチ、で横が5センチ、厚みが4ミ、mm、リと。プラチナに関しては、ちょっと薄いですね、金と違って。あと特徴としては、まあ、金はちょっと丸みを帯びた形状なんですけども、 プラチナに関しては結構あのカクカクしてます。まあ、どちらかというと、プラチナは工業用の、まあ、需要なんかに、メーカーなんかに卸されるものでもありますので、まあ、それほどこの投資需要として人気があるということではないですね、やはり金の方が人気でございます。あと100グラムの地金ですね、100グラムも金とプラチナともに扱っておりまして。 まあ金が大体いい4センチから5センチ、横が2.5センチ、厚みが5ミリ程度のおものでございます。はいえー、次ですね、ロンドン貴金属市場協会、これがまあ世界でまあ認められた認定企業ということになるんですけれども、日本では11社が認定されております。こちらですね まあ、あの歴史がある企業というのは、まあ、皆さんご存知の、まあ、いわゆる財閥系ですね、まあ、三菱さん、えー、三井金属さん、住友金属工業さん、認定も古いですね、歴史があります。あと、国内の三大大手地金賞と呼ばれるところです。まず上かからら順番番に石福金金属属工業ささんん下目田中 特利本店さん、これがまあ三大地金賞と言われるものですけれども、これも同じく認定日、フリーですね、1982年、78年、81年と、まあ、こういったところが投資需要としても人気でございますので、流通量も比較的多いメーカーでございます。 あとプラチナに関してもです、ね、同様にロンドンプラチナパラジウム市場 LPPM 認定企業というのがございます。こちらに関しましてはこの動画の下にです、ね、今ご覧いただいてますスライドのファイル、PDF を置いておきますのでこちらクリックしていただけますとです、ね、詳細企業についても確認することが可能でございますのでご覧ください。はい、次に金プラチナを現物受け取りする際のコストです。 コストは3つから成り立っておりまして、1つ目が現物受け取り手数料です。これは指定サイズのチャージ料とも呼ばれるもので、1本あたりの手数料というふうになっています。金が1本あたり5500円、500グラムが2万2000円、1キロで2万7500円という形ですね。あと、2つ目、本体消費税相当額。こちらがですね、どういうことかと申しますと、 当社でまず最初に積み立てスポット購入した時点では、ですねロンドン購入で、ロンドン保管しているため、購入時は金本体の消費税というのはかかっておりません。でも、ですね今回、ご自宅で受け取り、引き出しということになりますので、実際はそれを日本国内でお受け取りになることからですね、 海外から日本へこれ持ち込むのと同様に、消費税相当額というのを注文時に徴収しております。こちらですね、受け取り数量×現物受け取り注文時の当社の小売価格×消費税率、現在10%、これを本体消費税相当額として徴収しております。あと3つ目ですね、発送料、これはあの同一銘柄同一単位で1回5キロまで共通して2200円ですね。 1> 1回当たりり円となっております先ほどあの消費税相当額についてお話ししましたけれども、こちら、ちょっとあの注意がありますように、自金売却時はもちろん消費税込み価格であの現金は支払えますので、こちらご安心ください。あの購入時に消費税は払ったのに、売却時に消費税が払われないということはございませんので、こちら、ご心配いただくことはございません。はい、次にですね 当社での金プラチナ購入からあ現物受け取り引き出し注文についてですすべ、えー、て、えー、ネットの完結となっておりますまずスポット購入で買われる方ですね朝9時から15時、えー、夕方5時10分から24時の間変動する価格を見ながらですね、まあ、1g 単位もしくは1000円単位で、えー、購入できます もう今すぐに地金を手元に引きたいという方は、スポット購入で100グラム以上ですね購入いただいて、現物受け取りをすることが可能でございます。また、将来的に手元に保管したお客様は、積み立て購入でもよろしいかと思います。これは毎月一定金額を積み立てる定額積み立てですね。 1> 月1万円ずつずっとコツコツ貯めていくというようなパターンですとか、毎月一定重量を積み立てる定量積み立てですね、これグラム単位でも積み立てることができます。1グラム単位とか2グラム単位で毎月購入していく形ですね。だいたい月、皆さん平均的には1万円ぐらいの積み立てが多いですけども、1万円ずつ積み立てると、だいたい今の金価格で考えると、 5年,5年から6年ぐらいです、ね、かかって、ようやく100グラムの時間金、バーを受け取りができるという形ですね。まあ、定量を積み立てですと、計算しやすいですね、仮に月に2グラム積み立てるとすると、1年間で24グラム、かけるまあ4年で96グラムですので、まあ、4年から5年ぐらい、まあ、2グラムずつ定量で積み立ていくと、約4年から5年で100グラムになるという形でございます。 で100グラムに達した状態で,です、ね、現物受け取り可能な保有量に達するとです、ね、こちらに現物受け取りの注文ボタンが出てきます。まあ、99だと、ここが受付負荷となって出ませんですね。100に達した時点で、現物受け取りの注文のボタンが出てまいります。注意点としましてです、ね、スポット購入後の当日というのはです、ね、保有グラム数が100グラム以上でも、 まあ、受け渡しというのがあって、えー、購入してから翌営業日にあの受け渡しとなるんですけども、えー、それ以降、こちらね、現物受け取りの画面が出てきますので、それまでは受付付けと表示されます。えー、実際は、まあ、日中に購入した場合は、もう翌営業日の17時以降ですね、現物受け取り注文が可能でございます。えー、こちらだけ、えー、少しご注意ください。 はいえー、次にスポット購入、積み立て購入の画面ですね、えー、こちらはもうすでに積み立てやスポットを購入された方はですねすぐにお分かりかと思いますが、まあ、当社、ログインした後の、まあ、ページですね、この真ん中に金プラチナというタブがあります、こちらをポチッとクリックすると、このトップ画面にですね、金プラチナ、銀のお客様の購入価格、売却価格というのが出てまいります。これ5分ごとにこれ変動しておりますね、えー この価格を見ながら、まあ、買い注文や積み立て注文を行うということです。まあ、こちらをクリックしていただきますと、注文の画面に行くという形になります。重量単位で購入するのか、もしくは金額単位で購入するのかという形でございます。はい、えー、次に、現物受取注文の方法ですね。こちらがあのメインとなります。今回、新しく追加されたあ現物受取注文の画面となりますけれども、ログイン後、先ほどの金プラチナ。 こちらを1番クリックしていただいて、次にその下の段ですね、ここに金、プラチナ、トップ、で、2つ目、注文、そして時系列情報があります、この2つ目の注文というところをクリックですね、そして3段目に、注文の中でも積み立て取引の注文なのか、スポット取引一時購入の注文なのか、売却の注文なのか、そして一番右にですね、現物受け取り、受け取り注文、受け取り紹介という部分がありますので、ここをクリックしてください。 そうすると、先ほどの現物受け取り注文の画面が出てまいりまして、金、保有グラム数が出てまいりまして、ここに注文ですね。現物受け取り、緑のボタンがございます。こちらを4番をクリックするとですね、次の画面にまいりまして、地金の選択ですね。地金のサイズの選択。100で欲しいのか、500で欲しいのか、1キロで欲しいのか。そして、受け取りの本数ですね。 1>, まあ 1, 本から1キロですと最大5キロなので5本まで選べることができます。今回は100グラムの1本という形で,す、ね、で受け取りグラム数が100グラムとで。これを入力した時点で手数料というのは右側に計算されます。まず1つ目が消費税相当額ですね。100グラム×小売価格4192円、まあ、これちょっと仮で出てますけども、その際の消費税の相当額。 と手数料1 0 0ム1本あたり5500円で発送料が2200円で合計で消費をがけ5人5万2 6 0円と、えー、記載されていますこちらの内容でよければ注文を確認するというのを押していただいて注文確認ですね先ほど内容と、えー、で問題なければお届け先の住所を確認いただきますこれはもうあのご登録の住所以外変更はできません、まあ、お知らにあの 送りたいので変更したりというのはできません。お客様ご自身のご登録された住所です。そして取引、暗証番号を入力いただいて注文すると、はい。これで受け取り注文を受け付けましたと。毎月1日から15日に受注した受け取り注文は月内発送。16から31日までの受け取り注文は翌月15日までにご登録、住所に発送いたしますと。で、実際、受け取り紹介へというボタンを押すとですね。 今の注文内容がここに並んで出てまいります。これは7月15日に注文しておりますので、1匹から15日に受注した注文となりますから、まあ、月内には発送されるということになりますね。で、一番右に発送前は発送準備中というステータスになっておりますけれども、当社から発送した段階で発送済みというここがですね、ステータスに変わります。まあ、発送済み になった段階でお知らせ掲載もですね行いますのでお知らせで発送されたのかどうかというのをあの確認することも可能でございます。はい最後のスライドとなりました。こちらまとめですねお届けお客様のお受け取りまでのお手順とスケジュールとなります。まずファーストステップですねスポット購入または積み立て購入で100 g 以上保有と。 まあすぐに地金がお手元に欲しい方はスポットで。えー、コツコツ積み立てて将来的に地金を手にしたい方は積み立ててご購入ください。そして2番目ですね、受け渡し、購入からに営業日後ですね、銘柄とサイズと本数を取引画面から注文と、先ほどご説明した画面から注文すると。で次に3番目ですね、月間の紙期下期 1>, 1日から15日の注文、16日から31日の注文、えー、これ2回に分けて、ですねこれ、締め後に当社から u パック本人限定受け取り、セキュリティ付き特例型というもので発送いたします。で、えー、発送した、まあ、おそらく東京から発送することになりますけども、翌日、遠くても2日目までには、ですね到着通知書というのがお客様のご自宅へ、最寄りの郵便局から発送されます。でその 到着通知書をもとにですねご自宅へお届けするのか、これは配達希望日と時間帯をご該当いただくとになります。もしくは、その到着通知書をもって、郵便局の窓口でお受け取りすることも可能でございます。これはお客様ご自身で決めていただくことになります。で、いずれもですね、お受け取り時には本人限定受け取りとなりますので、 本人確認となるですね公的証明書、こちらありますけれども、これちらをです、ね、提示して、商品を受け取りすることになります。実際はあのクッション封筒の中に、ですね地金をプチプチなんかですね、梱包して、あとは地金の納品書というのがございます。製造メーカーとシリアルナンバーが記載された地金納品書とともに、ですね U パックで送らせていただきます。 はい、以上がお届けまでの手順となりますが、まあ、金はです、ね、通貨価値というのに加えて、商品、まあ、物としての価値もありますので、非常にあのインフレに強くです、ね、インフレヘッジのこれ代表的なあの商品です。まあ、日本に住んでいればです、ね、インフレといっても、なかなかまあピンと来ない人がほとんどだと思うんですけども。 まあ実際のところ1990年からもう30年ぐらい、ですねまあインフレって日本単独で見た場合のインフレっていうのは変わってないんですけれども、世界の消費者物価指数、これ CPI と言いますけれども、こちらの推移を見ると、ですね綺麗な右肩上がりとなっておりまして、それに比例して、金価格もこれ上昇してきているということになっております。金はですねまあ短期的にに上がった下がっったた下というふうふ 一喜一憂するのではなくです、ね、金はインフレヘッジとして、長期投資のです、ね、アセットバランスとしてです、ね、保有するのに非常にあの適した投資先でございますので、ぜひこれを機会にです、ね、現物投資についてもです、ね、あのご検討いただければ幸いでございます、はい。以上をもちまして、本日の動画のご説明を終わらせていただきます。 最後までご清聴いただきましてどうもありがとうございました。